はい、皆さんこんにちは、エルカチャンネルのショーです。今回はですね、以前、他の YouTuber の方々とかでも紹介があってたんですけど、まあ、一番は、大物 YouTuber のヒカキンさんがやられてたやつで、こちらカップヌードル、こちらのこちら、そうです、謎の肉です。それの元でございます。一応これ裏見てください。非売品って書いてあります。どこで手に入れたかと言いますと、コンビニです。セブンイレブンで今この通常のカップヌードルを2つ買うとこれが1個もらえます。ちょっと詳しい日、あの期間っていうかキャンペーンのはちょっと確認はしてなかったんですけど、帰りちょっと寄ってみたらおおっと思いまして、すぐ手に取ってしまいました。ということで、ちょっと今から食べていきたいと思います。あー、危ない危ない。とりあえずちょっとこれ開けてお湯が沸くまでこれちょっと開けて入れてみたいと思います。いや、確かヒカキンさんの動画でもすごかったんですよね、これ。よいしょよいしょ。なんて言ったってあれですよ、カップヌードルに一袋入れれば謎の肉が約10倍ですからね。10倍ですよ、10倍。だってちょっと待ってくださいね。だって言ってもそれなりに入ってるんですよ。この肉が10倍になりますからね。ということでちょっと入れていきたいと思います。はい、それじゃあ入れていきたいと思います。ちょっと顔が映ってないけど、まあいいか、メインはこっちだ。よいしょ。じゃあ開けますね。いいですか、中見せますよ。はい。さすが10倍入ってますね。じゃあこれをこっちに入れますね。はい、入りました。見てください、これ埋もれてますよ、肉に。さあ、あとはちょっと、お湯が沸くのを待つのみです。はい、今、お湯、出来上がりました。じゃあ、ちょっと開けていきたいと思います。はい、じゃあ開けていきまーす。どんなかな、どんなかな。すごい。これはすごいよ。ちょっと俺の顔が映ってないからだけど、すごいですよ。いきますよ。3、2、1、でーん。よく見えてねえや。ちょっとカメラじゃ見にくいですけど、ここほぼ全部肉ですよ、肉。やべっすよ、これは。あのちっちゃい頃によくカップヌードル食べてて、このお肉がもう少し欲しいなって思うわけですよ。でこれ、サイズノーマルなんですけど、やっぱりちょっとビッグ、あのでっかいやつですね、あっちの方を僕はまあ麺の量もあったりするんですけど、お肉の量もちょっと増えてるんですよ。なのでついついあっちを食べてしまうと、まあ言っててもあれなんで、いただきます。わ、やばいよ。ほら、肉
肉肉肉だよ。すげえ。でも一袋でこれだから、本当にこれに二袋入れたりしたら肉だけだよね。お肉からいこう。うん、肉肉肉。うん、美味しい。でも暑い。俺猫舌なんだよね。美味しいけどな。すごい。でもなかなかでも肉肉ばっかりっていうこれだけ食べるっていうのはないですもんね。あ、うん、あでもこの肉だけ食べるとちょっとやっぱしょっぱいかな。うん、ちょうどやっぱりこの一緒に食べて美味しちょうどいいのかもしれないですね。あ、すごい。普通なら見えなくなる肉が全然ある。ごめんなさい、ちょっと食べかけで悪いんですけど、まだほら至るところに肉が見えるんですね。これはちょっとありかもですね。あのスープが未だに見えません。全然麺麺麺ですね。おかしいな、これ通常のサイズなんだけどな。あ、やっとスープが見えた。もうほんとここら辺ですよ。ここら、あ、見えなかった。ここら辺しかないっすよスープ。すごい。最後まで肉が残ってますよ。てか肉の方がやっぱ多いですね。すっげえ。エビなんかもうあと2つぐらいしかないのに、肉は 1,2,3,4,5,6,7,8 個 ?9 個1個浮き上がってきた。ごちそうさまでした。すいません、本当にちょっとキャンペーンのは日にちを見てないんですけど、なかなか良かったです。最高。うん、というかそれ以上でちょっとノーマルサイズなのにお腹にきました。まあもし行ってまだ皆さんが行かれた際にまだやってるようであれば、ぜひぜひ試してみてはいかがでしょうか。それでは。